ヨブ記三十六章。エリフはさらに続けていった。しばらく待て。あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだ。見よ。神は強い。 だが誰も蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座に着かせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、 彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて使えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかしもし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで生き耐える。心で神を敬わない者は、 怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいるものをその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には、 油切った植物が備えられる。しかしあなたには悪者の受ける裁きが満ちているそれで裁きと抗議があなたを捕まえるだからあなたは憤って懲らしみに支え込まれないようにせよ身の代金が多いからといってあなたはそれに惑わされないようにせよあなたの叫びが並べ立てられても力の限りが尽くされてもそれが役に立つだろうか 国々の民が取り去られる夜をあえぎ求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりもこれを選んだのだから。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰か言いようか。誰が神にその道を指図し,したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。 人々が褒め歌った神の見業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める。見よ。神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。神は水のしずくを引き上げ、それが神の霧となって雨をしたたらせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。 一体誰が雲の広がりと、その幕屋のとどろきとを悟り得よう。見よ、神はご自分の光をその上にまき散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は、神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。